の方は裸の王様嫌い、鉛の兵隊は勇気の女王の家来。おやおやアンデルセン、はてはてアンデルセン、ミスターアンデルセン、こんな話は作らなかったの。お話ちょっぴり狂ってる、世の中ちょっぴり狂ってる、はっはっは。夢の積み木を積み替えよ、みんなみんな集まれ。ここにあるよ、取ってごらん。毎週毎週いいことしてんのに、カードはたった1枚ずつ。塵も積もればゴミとなるもんね。バカ、山になるんでしょ。こうなったら魔法大学なんか行かないで、自分で花嫁さんになる魔法を勉強するわ。行くわよ。はい。あら。ん？ひょー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 。やっぱりこのカードを101枚貯めて魔法大学へ行かなきゃダメね。わかりゃいいんだよ。ずっこ。まあいいわ。これだけ広ければ私の活躍するところもたくさんあるしと。じゃあみんなも見ててね。この旅行者の書いた書物も世の宮殿の美しさを絶賛しておるの。チュペチュペ。世界広しといえども世の宮殿の右に出るものはあるまいての。チュペ。いやいやいやのいや。チュペ。このページだ。そこ読んでみろ。チュペ。しかしその宮殿以上に素晴らしいのは御殿の中にいるナイチンゲールである。それじゃ、そのナイチンゲールというのは何者なんじゃい。もう恐れながらそのような名前の家来は殺人じゃ。そして一刻も早く世の前へ連れてまいれ。よいかな、もう夜まで待つぞ。月が昇るまでにナイチンゲールとやらを世の前に連れてまいらぬ時はな、もうそちの命はないものと思いなさい。チペ。こいつも、こいつも。恐れ多くも皇帝陛下のご存知あげぬものをわしが知っているわけがなかろう。
ああ、わしの命は風前の灯し。心配するな。城内式専門役人のわしが盛大な組織をやってやるわ。黙れ黙れ、うん、なあ、みんな隠してないで教えてくれ。知らんものは知らん。同じく見たことも聞いたことも。そうじゃ、誰も知らんということは陛下もご存じないから困っておるんじゃ。いや、こつご、我々で作ればよいではないか、ナイチンゲールを。さすがは皇帝陛下の側近だけあって頭が切れるわ。よし、一丁協力してやろうと。えい、ー、ナイチンゲール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 。上級ネズミ大事ねん、これ。ネズミはいずれでござるか。ナイチンゲールが料理じゃと？さよう、料理というのは世界中に数多くあるものでして。これがナイチンゲールと申す新しい料理でございます。おお、そうかそうか、ゲールか。よし、決まった。それで行こう。下々の者が食べる料理を作るんじゃ。それなら陛下もご存じあるまい。めっそうもない。私はそんな変わった料理など作れませんです。はい、誰か他には。下々の料理ね。おお、おります。皿洗いの貧しい小娘が。私が皇帝陛下の召し上がるお料理よ。ごめんなさい。いいんだよ、ミンミン。それよりお前の作った料理を特にナイチンゲールと名付けてやろう。ナイチンゲール？ナイチンゲールってあのナイチンゲールちゃんかしら。お前はナイチンゲールを知っておるのか。はい、毎日帰りに会っております。万歳、助かった。早速そこへ案内しておくれ。ナイチンゲール、ナイチンゲール、ナイチンゲール。大声役人様。そんな大声を出してはナイチンゲールが逃げ出してしまいます。大声を出すのが我が輩の任務じゃ。ほら、聞こえます、聞こえますよ。この鳥がナイチンゲールじゃと？チンペイ、この薄汚い鳥が世の宮殿より素晴らしいと申すのか。チンペイ、素晴らしいのはその歌声でございます。これナイチンゲールよ。さあ、歌わんか。歌えと言ったら歌わんか。キーム、なんたる無礼な態度。恐れながらこのミンミンめに申しつけてみては。うん、そうじゃ、ミンミンなら友達だから歌わせることができるじゃろ。さ、頼むぞ。はい、ナイチンゲールさん、私たちのお恵み深い皇帝陛下があなたの歌をお聞きになりたいそうよ。ねえ、聞かせてあげてよ。素晴らしい。夜は涙が出てくるほど素晴らしいぞ。これ、そのミンミンにご褒美を取らせ。チンペイ、
恐れながらご褒美はもういただきました。何？陛下のお目に光った涙が何よりのご褒美でございます。いい、ますます可愛いやつじゃの。ではもう一つそっちにご褒美をやろう。何が欲しい？いえ、いえ、私はこれ、ミンミンよ、皇帝陛下のご好意を無にするではないぞ。さあ、遠慮なく申し上げてみよう。はい、ではお薬をいただきとうございます。なになに、薬じゃと？はい、母の病気を治す薬でございます。ええ、しかと承知した。これ自重、余計に計らい。神秘、ありがとうございます。皇帝陛下様、その着物は皇帝陛下様にいただいたの。え、皇帝陛下。お母さん、私たち明日からあの素晴らしい宮殿の中に住めるのよ。そして立派な先生がお母さんの病気を治してくださるわ。ランテランテラン。この野郎、畜生、こんなもの着やがって。ほら、この不届き者め、話せ畜生、ぶっ殺したら話せ。無礼者め、格式ある常駐求人に暴力を振るうとはないことだ。それで常駐と名が付けばバカでもチョンでも偉いのか。こやつ言わせておけば。それやめてください、無知役人様、もう許してあげてください。何を言われるか。もし我々がここを通りかからなかったら、この小僧に殺されていたかもしれんのに。そうとも、殺してたさ。黙れ。この通り、全然反省しとらん。いいのです。給仕人である私の命令です。この少年を許してやりなさい。仕方がない、それほどおっしゃるなら。それ。ごめんなさい、私のためにあんな痛い目にあって。身分の高いお方がオラみたいなものに謝ることはないだろう。私だって昨日までは。そうさ、ナイチンゲールを皇帝の前に連れて行ってうまいこと出世したのさ。ナイチンゲール、オラたちのな。え、じゃあナイチンゲールはあなたの？俺のじゃない、でもお前のでもないわ。貧しい漁師だが、漁に疲れてクタクタの俺を慰めてくれるのがナイチンゲールだったんだ。俺だけじゃない、何の楽しみもない貧しい者にとってたった一つの宝物だったんだ。ゲールさんに慰められてたのは私だけじゃなかったのね。そうとも、その大事な宝をお前は自分の出世のために利用したんだ。違うわ、私はただナイチンゲールさんの居場所を。同じことだ。ごめんね。謝る気があるんならナイチンゲールを元の場所へ連れ戻してこい。ダメよ、そんなこと。ナイチンゲールさんは皇帝陛下の次に偉い方になってしまったんですもん。でも俺は諦めないぞ、きっとナイチンゲールを取り戻してやるからな。ナイチンゲール様、散歩のお時間。ナイチンゲール様、ご機嫌うるわしゅう。どうぞ私たちにお歌を教えてくださいませ。早速。
単純だね、人間って。チンゲルはそんな薄汚い声じゃない。お前さん、ナイチンゲールの声に詳しいらしいな。誰だい、あんたは。時計職人、チンメ。ナイチンゲールのことを知ってるんだら、わしの仕事に協力してほしい。あれ、本当のナイチンゲールの歌声を教えてくれたら、お前を宮中に召し抱えられるようにしてやろう。そうすりゃ弟や妹が一生楽できるというわけで。宮中か。そうだ、宮中に行けばナイチンゲールに会えるぞ。そしてうまくいけば取り戻せるかもしれない。今月もこれだけの貢ぎ物が寄せられてございます。まだ世のナイチンゲール以上の素晴らしい宝物はないようじゃな。なんだなんだなんだ、その罪なんじゃ。え、準備。いや、早速。準備、作り物のナイチンゲールでございますな。それにしてもなんと綺麗な。いやー、しかし歌を歌わぬナイチンゲールなど興味ないわ。陳平、陛下はここについている説明文によりますと、ゼンマイ仕掛けで歌を歌うとありますが、いや、早速早速。次物を送ってくれたのは、あの時計職人でございます。早速後ろへ呼べ。え、私も城中へお招きくださるなんで。さよ、陛下は大層お喜びで、お前に城中ナイチンゲール持参人の身分を与えてくだされた。ありがたき幸せ。天心、お前も礼を言わんかん。この少年は私めの仕事に力を貸してくれたもので、いや、ではお前に城中ナイチンゲール持参人助手の身分を与えよう。え、お、俺城中ナイチンゲール持参人およびその助手様ご到着。
要は不愉快じゃ、やはり作り物は作り物でしかないわ。陛下、恐れながら申し上げます。なんじゃい。その表紙を乱したのは本物の方でございます。ね、何？本物より偽物の方が優れていると申すのか。は、私の指揮棒に合わせて極めて正確に歌ったのは作り物の方でございます。まさか本当か、珍味。その通りでございます。これこそ作り物の方が本物より優れている点でございます。なるほどの、無礼なやつに懲らしめてくれる。それ新兵、城中鞭打ち役人。そんな、やめてください。ナイチンゲールさんの代わりに私をお討ちください。どけ、どかぬか。どうぞ私を。ミミン、あんな恩知らずな鳥を紹介しようって。とっととこの城から出て行け。お城の人にせめてお母さんの病気が治るまでってお願いしたんだけど。いいんだよ、私はこのお城より狭い家の方がのんびりできるから。あの鳥さん追い出されたんだね。そうよ。でも堅苦しいお城より自由にのびのびと飛べる大空の方がナイチンゲールは嬉しいんでしょ。と。あら、かわいそうに。せっかく親孝行もできて幸せになったと思ったのに。これからどうなるの。本当どうなるのかしら。大体ね、偽物の方がいいじゃなんて皇帝陛下もどうかしてるわよ。怒っても仕方ないよ。何言ってんのよ。怒らない方がよっぽどどうかしてるわよ。このまま無事に済むと思うの。そうでしょ、私の妖精のアンテナにビンビン感じてくるもの。本当。本当よ。なんか大変なことが起こる感じ。見てらっしゃい、来週を。私もうんといいことしてミンミンを助けるつもりよ。みんなも楽しみに待っててね。ね。じゃあねー。じゃあねを追い出したお城ではね、あの機械のナイチンゲールが王様のお気に入りになって毎日毎日歌い続けたの。ところがこの機械のナイチンゲールがバランバランに壊れてしまったの。さあ大変。王様はショックで病気になってしまうし、時計職人はどさくさにお城の宝を盗んで逃げ出してしまうし、天心はそのために牢へ入れられてしまうし、一体どうなっちゃうのかしら。その答えは来週のアンデルセン物語でね。ナイチンゲール、涙でにっこり。みんな楽しみに待ってて、ね。カズ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 ズンがつく、ずいぶんずんがつく。それがどうした。ずこのずはずる休みのず、ずるがしこいのず、ずんべらぼうのず、ずいぶんまずいこのず。だからどうした、男の子だい。はずこけた、はずずずこけた。ずこのずはずずしのず、気のはよくないのず、ずばりな負け者のず、ずっぽらでおっちょこちょいのず。だからどうした、男の子だい。はずこけた、はずずずこけた。ずっこ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 
はずか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 ずはずかずかずはずかずかずはずか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 ず